この中で一番身長が欲しいと思っている人は誰ですか？はい、じゃあカイト君ですかね。いや多分僕2番目ぐらいに身長高いんで別にもういらないですね僕。誰ですか？いや身長欲しい人手挙げればいいんじゃない？一回目つぶる？一回目つぶろ、目つぶって。はい、この中で身長が欲しい人が一人います。はい、手を挙げてください。そのまま目を開けてください。はい、そういうことですね、はい、そういうことですね。じゃけんな。そういうことですよ。君のせいで平均身長が下がってるんですよ。170センチに80、80、80、60ですよ。嘘つくな。ね、こっちはね、身長高い系できたいのにお前のせいでいけないんですよ。ひどすぎる。ひどすぎる。身長欲しいでしょ。まあ欲しいですね、それは。学校生活を送ってる中で身長高いやつって、うん、部活何やってました？身長高い人バスケとかですかね。バレーとか。バレーとかに共通してること何ですか？身長高い人が活躍する。え、違うの？でもバスケ、バレーに共通していること、はい、それはですね、競技中にめっちゃジャンプするんですよ。あー、で多分彼ら幼少の頃からジャンプしてきたと思うんですよ。まあ、よってね、こうなんか身長が高いとこう重力に歯向かう時間が長いんで多分伸びるんですよ、多分身長が伸びるんで。まあ、君らバレー界行ったら身長低いからね、言っとくけど。まあそうですね、そりゃそうです。190とかあります。盛り上がってる日本バレーやばいから、190余裕であるから。欲しいし190。まあまあまあ世界違うよ、さすがにそこまでいったら。欲しいか欲しくないか。いや別に欲しいですよ、うん、なんだよ。そんな君にね、何も聞かされてねえよ。身長が伸びる方法を考えてきました。おお、なんだよ。1時間ジャンプをおかしいでしょ。し続けたら身長は伸びます。こいつらアホだ、マジで。まあ、ということでね、うん、これから野瀬くんに一人で公園に行ってもらいまして、一人、まあ、1時間ジャンプをしてもらおうかなと。縄跳びでいいですか？縄跳びはダメ。なんでなんで縄跳びなんか、だってさ最小限で。そう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 、うん、だって縄でさ壁作っちゃってんもん。身長を測りましょう一旦今の。そうですね、低くないけどな俺。じゃあそこら辺ちょっと壁に頭つけてください。ああ、考えてください。はい、これ何センチですか？168センチですね。何？68、73、77.5、81。やっぱり77だったんだ。伸びてねえな。もう止まったよお前。ダメだね。俺も多分止まってる。止まったな。今から伸びんだよ。お前今から伸ばすんだよ。頑張ってこいよ。85ぐらいになるかもしれない。はい、というわけでね、僕の部屋ですね。はい。いやー、今から飛んでいきますよ。こちら1時間飛んでいきたいと思います。いきまーす。ふいっ。ちょっとこれ1時間無理っす。これだって今まだ4分しか経ってないか。4分しか、めちゃめちゃきついっすよこれ。このオフィシャルヒゲダンディズムを背負ってね、飛んでいきましょう。ニューアルバムトラベラーご購入くださいということで、飛んでいきましょう。ちなみに今聞いてるのはキングヌーです。これがね、僕のコントローラー、赤黒っぽいっすよね。これでもういつもこうやってやってんすよ。今日寒いっすねっつって。
残り10分切りました。最後頑張っていきましょう。ということでね、本気でいくよ。うい、アピニオンファイル。おあ、終わった。1時間飛び終わりました。身長がね、高くなってることを祈ります。ということでお風呂に入って春近地を迎えたいと思います。さよなら。帰ってきました。測っていきましょう。果たして身長伸びているのか必見ですから。これこれでね、伸びたらね、すごいことですからね。はい、背中をつけてください。背中をつけなさい。お、結果が出ました。はい、1時間ジャンプする前の身長が168センチ。はい、そして1時間ジャンプした後の身長が167センチです。あー、縮まった。お前何してきたんだよ。重力に抗いすぎた。お下げたしね。じゃあ最後に、果たして乳輪の直径はどうなっているのか測っていきます。そういうことですね。失礼します。思ったろ、こんなおかしいだろ。果たしておかしい。1時間ジャンプしたら乳輪はどうなってるのか。一番意味わかんねえんだよこの動画。 3.1 センチ。はい、ということで、人は1時間ジャンプし続けると乳輪が 3.1 センチ笑ってんじゃねえかよ。どういうことになるという結果でございました。ぜひね、これを見て乳輪を大きくしたいと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。